新台は神パチ、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、最新機種の E 北斗の拳10をうちに、有楽町宇野さんにやってきております。はい、ということでですね、こちらの機体、サミーさんのスマパチ第1弾ということで、しかもラッキートリガーもねしっかりと搭載されております。さあそして、北斗の機種がね今ホールでも大活躍まだまだしておりますが、なんと今回夏の北斗王決定戦というものが開催されるということで、私も参加させていただきます。今回このね北斗10で、参加して、まあ、他の媒体の方々と競うわけなんですけども、他の媒体さんに負けないように、しっかりと出玉を出して頑張っていきたいと思います。それでは早速実戦スタートです。それでは早速打っていきたいと思います。さあそれでは早速この台の、ね、スペック紹介していきたいんですけども、ちょっとねまずその前に、この台ちょっと呼び名がね普通のラッシュ、まあ、基本的にクラッシュをバトルモードで、ラッキートリガーをハイパーバトルモードって呼び方して、それを訳して BM、HBM みたいな呼び方をするんですけども、ちょっとそちらだと伝わりづらいかと思うので、基本的なラッシュの部分、まあ、最初のね突入した部分はラッシュって呼びます。でその上位に行った場合はラッキートリガーって呼び方で今後ね説明させていただくかと思いますので、そちらだけお願いします。さあでは大当たり確率なんですけども、スマパチということもございまして、約 348.6 分の1となっております。でラッシュ突入率は 80% めちゃくちゃ高いです。そして、継続率はですね、その基本的に最初に行くラッシュの方が、約 80%、 そしてラッキートリガーに入りますと、継続率が約 89% に上がります。でこの台の、まあ、当たり方としては、図柄揃いと真剣勝負っていう図柄が止まる当たりがありまして、図柄揃いの場合は全てラッシュ突入となります。で真剣勝負は、まあ、一部でラッシュいきますよっていう形なんですけど、そちらは、ね、後ほどまたお話しします。そしてラッシュの仕様なんですけども、こちら転落抽選タイプなっておりまして、最初のラッシュですね、 80% 途中のラッシュの方は、転落高当たりが約 136.9 分の1で、大当たり確率は約40分の1ということなので、転落の 136.9 分の1を引く前にいかに40分の1を引けるか、ここの継続率が約 80% で、ラッキートリガー入りますと、この転落高当たりが 275.9 分の1になります。そこで40分の1を、ね、たくさん引きましょうということで、ここの継続率が約 89% となってます。どうやったらラッキートリガーに行くのかというところですが、ラッシュに入りまして、そのラッシュ中に10ラウンドの当たり、はい、ラッシュ中に、ね、10ラウンドの当たりが7割あります。その7割の中の、36% で、ね、無双転生チャンスっていうものに行くんですよ。でその無双転生チャンスを成功すればラッキートリガーに行くんですけども、そこの成功期待度が約 50% と。さあそして、ね、当たり方は2パターンあるということで、図柄揃いと真剣勝負図柄、図柄揃いは必ずラッシュに行けますよと。で真剣勝負図柄の割合が 225% あるんですけども、真剣勝負図柄が止まった時の、ラッシュ突入率は、20% となります。さあちなみにこちらの台に、ね、まあ、スマパチということもございますし、特座当たりございます。手玉300個のみの、世紀末チャージ、こちらが、約478分の1で当たるんですけども、ただその、ね、当たりの 1% で、ラッキートリガー可能性ございます。さあちょっと注目演出を話す前に一旦カスタム入れていきたいなと思うんですけども、下ボタンを押しますと、まず先読みカスタムがおすすめチャンス出現しないっていうのがあるんですけれども、
チャンスにしますと、期待度が 43% ございます。今回はおすすめでいきます。そして剣フラッシュカスタム、こちらね、まあ、いきなりフラッシュと思っていただいていいかと思います。このサイドのここが光って白く光って剣士郎のボイスが流れるんですけども、これがオンと超激アツのみのオンがあります。で普通のオンだと期待度 27% なんで、そこまでね当たりにつながるっていう感じではないんですけども、あのやっぱチャンスをたくさん感じたいっていう方にはオンがおすすめです。で超激アツのみっていうこちらは、期待度の方がもう超激アツということなんで、ほぼほぼもらったようなもんかなと。なんで剣フラッシュは私オンにしていきます。あとはウェーブアクションカスタムということで、今回はギアではなくてレバーがちょっといつもと違うんですよ。いつもこう丸いさ、丸いさ、あれじゃないエイリアンちゃんじゃない、でも今回違くて、でここのね後ろにねちょっとうねうねしたねボタンみたいなのがついてて、それが揺れるらしいんですよ、動くんですよ。発生した段階でも大当たり濃厚となります。なんで発生率アップにすれば、あの占有率がね 50% になって、発生率激アップにすれば、約 95% の占有率になります。剣フラッシュがねなればもう期待度 27% なんで結構なるんじゃないかなと、100回転に1回ぐらいはなるんじゃないかと思うので、ちょっとね、おお言った矢先にぴったり、あ次が100回転か。赤い蒸気出現で電気が点滅、あでも説明してくれるのすごいありがたいかも。ちょっと早いですね。あらとんでもなく弱くないですかスタートは。あでも剣を出てくるんで一応ストーリーは行くってことですね。はい、登場しました。かっこいい。あータイトル変わらない。あはい、さあギミック完成しまして、えこれあれなんですよ、最強リーチ来ましたね。今赤ギミックだったんであれって思ったんですけど、はい、霊気とざリーチなんで、ケンシロー VS ラオウってストーリーリーチに回るんです。それだと約 20% の期待度なんですけど、こっち注目エースの一つなんで約 78% になります。まだ注目エース説明してないんですけど、これ一つ注目エースで本気最強リーチになります。発展先はめちゃくちゃいいけどそれ以外が全て弱いんですよね。あーボタンでどうだ、いやそうだよね、なんか何にも出てないもんな。でもこのリーチ見せてくれるんだ。でも鳴ってた上でこのリーチいってるからちょっと期待しちゃったけどね。なんかはい、チャンスアップゼロでしたけど一応本気最強リーチをお見せできたということで、はい、残念ながら外れました。一発目のケンシロウフラッシュ。じゃあちょっと注目エースをね最初に当たっちゃうかもしれないんで説明させていただきます。はい、注目エース、まず1つ目が北斗百裂拳予告、こちらが期待度約 77%、まあ、リーチ後のボタンオーカーなどから発生します。で2つ目が次回予告、こちらが約 77% の期待度、発展先をまあ示唆する演出なんですけども、 SP リーチ以上プラス激安という感じで強い演出となっております。そして3つ目が、キリンカットイン、こちらもおなじみでございます。最後のねバトルリーチ終盤で出るおなじみのカットインなんですけども、期待度が約 80% 以上と。さあそして4つ目がですね、電気遠ざリーチということで、こちらが約 78% の期待度ございます。まあ、本期最強リーチになってるんですけども、まあ、基本的にはねその4つが主に当たりに絡んでくる演出となります。ちなみに、この台私昨日勉強がてら打たせていただきまして、めちゃくちゃ出ました。本当に今日であってほしいと
願いながら昨日楽しませてもらったんですけど、そうで入らなくても全然やれるじゃないですか、80% あるから。そう、そこがすごくいいなと思って、それでも全然2万発3万発って言ってる台もあったから、2万円入れていきます。早いです。3枚目、さあ426の10名、これが止まった時ですね、偶数10名止まった時、真剣勝負、これが出てくれば通常あたり、お当たった、はあ、ってことはこの 20% で一応ラッシュの可能性ございます。まさか初当たりが図柄揃いではなかった。さあこっからはバトルです、誰が出てくるか。スロットの天才みたいな感じですよね、ケンシロウとバトルするんですけども、ここで、まあ、新サウザ、サウザ新以外であればちょっと期待できるかなっていう。あー、ラオラオ、あ、これが危険なやつです。さあこっからの 20% でラッシュ、1% でラッキートリガーの可能性もあるんですけど、あっさり終了。357回転で初当たり、本当に確率通りな感じですね。で1回目当たったんだけど 80% 引けるなんて豪語していたのに、出だしから3割の方引いてしまいました。また今回さ、夏の北東決定戦とか、またそういうなんか謎なプレッシャーがこうかかって、そういうの絡んでるとき大抵出ないっていうところありますからね。ライバルなんだろうな、まあ、他の方たちが本当何言ってるのか全然わかんないですけど、望郷性かな、はい、この台もまあ出たばっかだからもちろん打ちたいですけど、じゃあ最初からもしこの信頼がなくて北東決定戦に出演出場しますって言われたら、私は望郷性を選びます。はい、なんとなんと通常あたり1回のみで5万円となりました。おかしいです、こんな予定じゃなかった。仕事してくれよ。さあ次頑張れ。あ、うわ、ロゴ打ち熱い、斜めロゴ打ち熱いです。さあ剣王様登場。さあ直発展のね、変わらない剣王ですよ。さあどっち、時でいいよ、時がいいよ。51%、兄さんカットイン、キリンで、あ、キリン、縦カットインは出てないです、裏ボタンを押して、でも2ページ外しただけ、おっしゃ、よし、あー、やった当たった、458回転、ついに図柄揃いで当たりました。まなかった、はい、お通しは4万7000円です。ただもうこれでラッシュですからね、絶対に落とさないよ、初回は300発です。すいません、これベタはケンシロウですけど、私ラオウで行かせてください。まあ、メリハリタイプのラオウです。龍拳が出なければチャンス、ここからラッシュバトルモードですけども、転落抽選になりますね、はい、転落確率が 136.9 分の1、で大当たり確率が約40分の1なんで、転落小当たり引くまでに40分の1を引き続けろというゲーム性となります。私はラオウを選びまして、メリハリタイプということで、まあ、龍拳以外が出れば、ね、チャンスですよと。龍拳はピンチです、相当ピンチです。転落は引きません、40分の1だけを引き続ける。
いきます。あー早速トキやばい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 、え待って、1回転目でありえません。あやばい、これそして奇数転敗がチャンス。え1回転目で落とすとかある？絶対ダメだよ。ここのムービーはかっこいいで、ここバトルとじゃなくて死闘開始だったらチャンスで、龍拳はあの必殺技しか攻撃ございません。避けて、ちょっと待ってくれよ、ありえない、え待ってちょっと待ってね、やばい立てない、ちょっと待った、終わったんですけどありえなくない、おいなんか流れ星とかさ、やばい落とした、マジで一発で落とした、これは落としました、残歩です残歩です。ああ嘘だ、これさちょっと待って、ひどすぎませんか、136分の1のあたり私は1回転で引くっていう秘訣を逆に見せつけましたよ。やるしかないからもう一回頑張れますけども、まあまあ、はい、やっと当てた図柄揃いだったのでメンタル来ておりますね。先読み重ねる、いやそんなことしてもな、やだな、先読み受けなかったらもう本当にショックになっちゃうから、だったら 27% にかけた方がいい、ね、てか普通に 100% でももういいか、別にだって、ああついに来ましたね、いや今日こういうのばっかだな、セイクラスチャージついに、来ました。ただ 1% でまだラッキートリガーの可能性があるので、この 1% にかけたい、頼むよ頼むよ頼むよ、何もないか、あーごく普通だ、237回転かな、ね、北斗の無双、おーちょっと待ってちょっと待って、これはさあ保留がね、熱い保留が出ておりまして、うん、そう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 、あーよかった7回転正規マッチャージからということで、投資も変わらず6万1500円です。次こそは、いやでも本当に本当に良かった、しっかり取り返させていただきたい、この後絶対落とさないよ、絶対落とさない、40分の1のあたりを吹き続ける、やれるやれるやれる、大丈夫やれる、絶対やれる、いいですか、もう一回ごめんなさい、ラオウでベタな、本当は皆さんバランスが見たいかもしれないですけど、ここはもう一回ラオウをやらせてください、あぶね、そう3でね、そう4まで続けばもう大丈夫、これもね2分割とかだったらいいんだけど、3か絶対大丈夫、トキやめてやめてくれよ、6奇数設奇数図柄がいいんだよ、お願い剣士、あラオお願い、いやーもうやだ見てられない、マジで立てるよね、おい辛いって辛いってねえ、ちょっと待って、ここでの迂闊パターン見せて、やばい、
ちょっと待ってくださいよ、スルー2回はきついですって。リシリシリシ3回、3は無理だでも悲しいです。もうまさかの、またしても300発終了、一発落ちです。あの次はラオウやめますね。一旦ちょっとデフォルトのケンシロウをしっかりとお見せすることにしました、ことにします。はい、いや当ててんのよ全然、確率4回当ててんだから。27%がやっぱもどかや、もうちょっと、あ、ちょっともう私剣フラッシュ超激アツのみにします。もう鳴ったら、はい、もう振り回されたくないので。あれちょっと見てほら、鳴ったイコール当たるんです、超激アツなんで、レインボーになってたんでね。うわよかった、早かったね。今一瞬忘れてましたもん、鳴ったら超激アツにしてるってこと。あ、これバトルだ、7さんからの、はい、この辺どうです、108回転目これでサイクルリーチいくかな。あ、そうだそうだ、無双転生だった、これ無双転生リーチです。そうだそうだ、忘れてた、失礼しました。もちろんね、これ強いですからね、カットインは出ないか。さあここでおいっとーん、108回転目、はい、無事に当たりました、早かったです。63,000円なんで1500円の投資だけ済みましたね。よし、63取り返します。え、ケンシロウ選ぶか、よし、そうだね、ああラオウがいいけどケンシロウ。さあバランス型ですね、シン・サウザー以外であれば、まあまあウイグルもちょっと危険かな、シン・サウザーウイグル以上、まあ、ジャギだったら最高、アミバだったらもう濃厚です。いきましょう、絶対大丈夫、頭で考えるな、心配するな。あ、天命闘竜、こういうのが仕事してほしい。待って誰、サウザーいる、でも入り方はあの、うーん、マジか、普通に転換行くよりはこういうアクション挟んだ方がチャンスではあるんで、ただ死闘開始、おし、チャンスアップ、これね長押しで確定音になることがありますけども、よかった無事に、でこのあとギミックここで成功すれば15、あ、15じゃない、10ラウンド1500発です。これ出なかったときは、3ラウンド1500発なんで、ここで 36% で無双転生チャンスいきます。これ V 入賞させた瞬間にモノクロになったら無双転生チャンス、あ、無双転生チャンスいきます、はい、無双転生チャンスはいくんで、あとはもう 50% で成功できるかどうか。急にやってきました、一発目から大チャンス、そうアイコンに注目です。4つアイコンが出るんですけど、びっくりびっくりマークがない、オール普通のアイコンで、で一撃連打等あるレ、あのレバーとかあるんですけど、押せが一番弱いです、連打がまだその次にいい、あとカットインが背景に出ることがあるんですけど、カットインできると大チャンス、あ、出ない、で、あ、連打だ、連打で頑張れ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 、あー、ないか、で、これね、やってる最中も消化忘れないようにお願いしますね、連打、あー、ちょっと厳しいかな、これはオールプレミアム、オール、あ、カットイン今入りましたね、いける、あー、くー、
悔しいぜバトルモードということで、まあいいよ一発目からやれたんで頑張れ。ウィーグリアオイのウィアオリ、いやこれはね、あ北斗七星出てます、視聴者はないけどこれはいるね絶対。あ一図柄奇数天敗4天敗図柄はいる。そうさあ攻撃赤、あ北斗七星出てました、チャンスアップ。でこれ赤文字だったら強攻撃、白文字だったら中攻撃、おお中攻撃なんだけど強攻撃絶対大丈夫。はい、やっぱチャンスアップが出てると強い。完成 OK、 7割取りました。また無双転生チャンスもございます。無双転生チャンスのチャンスです。また帯出ないかな。あー今回は残念、うん、これで1500発もらえます。いいいい、何回もチャンスはあるんで続けてればラオウにしようかな。いいですか、そんな、はい大丈夫、そんなラオウがダメだっただってそんな日じゃないです。怖い、いやーだと思った、だと思った。あでも一応流れ星出ていないで、絶対にいないで。わーしかも4か、ちょっと待ってくれ、龍拳かっこいい褒める中座褒めたからだ。さあお願い、よし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 、コウモリコウモリ飛んでてドアップくるでしょ。これ可能性ある、あーこっちあれか300450です。3ラウンドのですね、でもまだあります、飛行つけば変わりますんで、はい、この後にタダーダダー、ダメだ、いやでも勝てただけ十分、ふう命拾いしました、怖い龍拳様に出会った。おお、これいてほしい、チューザーあなたに会いたいです。あセリフも入ってる、これはいるでしょ、ただ2なんだね、 3% を引いてるわけがない、 97% チューザー絶対大丈夫。今の退治のところで北斗七星があるかとかが大事になってきます。これは取りたい、あ嘘もったいな、 30% の方です、飛行つこ変わってお願い、ダメだ 30%、いいよいいよ、なんかあどうだ、あーこれあチャンスチャンス、いないんで龍拳が、はい最低、お十座トキどちら、十座ありがとう、十座一転敗で、やっぱ入り方がねいいとねチャンスアップ。ただ問題は10ラウンド取れてるか、あーエイリアン今見えてないよね、今ねカメラに映ってないと思うんですけど左下にエイリアンちゃんいました、踊ってたってことで、10ラウンド取りました、やったーイエイ、どうエイリアンが出たってことは無双転生チャンスありますよね、ほらまあまあまあここまではねエイリアンがいたので、よっしゃ2回目のチャンス、そろそろちょっと 89% 継続させたいんで、しゃあ嬉しい、すごいびっくりマーク、マジ
アイコン全部デフォルトの普通のです。連打もしかユリアのカットインとか入れば、あ、一応カットイン入りましたね今ね。連打で欲しい、連打こういうのでも当たるってとこもさ、おお、ちょっと待って、エイリアンがいたから、やだー、ついに来ましたこのお時間、あー長かった、相当で気持ちいい、やっとたどり着けました、89% 継続のラッキートリガーでございます。大当たり確率はね、あの40分の1ですけども、転落が 275.9 分の1になりましたんで、で今ねここ引けって言われた時レバー触ったんですけど、もうウェーブがすごかった、波打ってうねうねと。ではハイパーバトルモードいきますよ、こっから早いですからね、やばい、ちょっと待って、おかしいから、このセリフ出ると転落の、そんなことある、ちょっと絶対、え、おかしい、ありえなくない、転落の演出できました、え、ありえない、え、一回転ほ、これぬん、あの、ない、ヌンチャク、え、ない、待って、え、元から入ってた、もう、おい、これ落ちたら終わりですからね、下に行くわけじゃないですよ、ちょっと待って、お願いします、お願いします、本当にそれだけはやめて、ダメだ、立てない、ちょっと待ってね、やばくないですか、ありえない、ありえない、お願い流れ星、待ってよ、無理無理、それはないって、それはない、怖い、ちょっと待って、ねえ私はもう見てられないです、こんな悲しいことがあっていいんでしょうか、280分の1をしかも残ってたさ、保留でいくんだよ、ちょっとありえない、ありえない、ありえない、待って、ちょっと待ってくださいね、気持ちの整理が、一応ラッキートリガーの入り方はね、そこまでお見せできたので、あと最後なんとか少しだけ出玉戻ってきたということで、本日の実戦はこれで終了したいと思います。最終的な出玉数などはエンディングで発表します。ありがとうございました。実戦終了、お疲れ様でした。はい、ということでね、皆さんには見ていただいておりますので、内容は、はい、分かってると思うんですけども、結果の方をまず言いたいと思います。投資のが全部で63,000円、そして回収が、5348玉ということで、本日も負けてしまいました。いやー悔しい、最後の終わり方が何より悔しいという感じなんですけども、まあ、実戦自体ね、結構あの当たりまでの流れもいろいろとお見せできましたし、ボーナスの種類もたくさんお見せできましたし、通常ラッシュの方で5000発ぐらいしっかりと作れたということで、ラッキートリガー入らなくても出玉作れますよっていうところはお見せできました。ただ、はい、私ラッキートリガーもね入れたんですが、まさかの1回転落ちということで、手玉作って追われたっていうところが救いかなと。あとはやっぱり通常ラッシュとラッキートリガーを1回転で落とすっていう映像は多分この動画でしかないかと思いますので、その辺をポジティブに捉えて次の実戦を頑張りたいと思います。さあ、そして今回ね、夏の北東決定戦やっておりまして、今回も私は多分出玉的な部分ではお見せできてないので、最下位の方にいるかと思うんですけども、他媒体の方でもね北斗いろいろ打っているということですので、そちらもぜひ皆さんチェックしてみてください。そんなわけで、今回はこれにて終了です。また新台場神パチぜひ見てください。ありがとうございました。さようなら、バイバーイ。